阪急96系電車。阪急96系電車は、ん、996型電車は、阪急電鉄の前身である、阪神急行電鉄及び京阪神急行電鉄に在籍した通勤型電車で、今津線の輸送力増強用として、1929年製の、下越鉄道の客車を1940年に譲り受けの上、改造で電車化したものである。 1937年に勃発した日中戦争の戦果は中国大陸に広く拡大し、日本は国力の大半を戦争遂行に費やす総力戦に突入していた。国家総動員法、1938年成立など、戦時経済統制に関する法律施行によ、石油、石炭等の燃料のみならず、鉄鋼や軽金属などの民需も制限され、 軍需物資増産に転用された。一方、軍事工場への通勤者が増加したことから、商船電車や都市近郊施設では輸送力増強のため新車導入を図ったが、鉄道車両の新規製造は、統制物資を多量に消費することから、鉄道省も製造認可を容易に出さなくなっていた。これは阪急においても、例外ではなかった。1930年代から、 阪急今津線沿線では、現在の阪神競馬場の敷地に、川西航空機宝塚工場が建設されるなど、軍事工場が多数立地していた。当時の今津線では、従来からの主力であった90型や1型が、炭鉱から二両編成で運行されていたが、日中戦争の長期化と、日独伊三国軍事同盟締結に伴う、対米英関係の悪化に伴い、 軍需物資のさらなる増産が求められ、工場通勤者対策の輸送力増強は、急務となった。しかし当時は、前述の通り物資不足と、経済統制の強化によって、大手私鉄の半球といえども、車両増備が容易でなかった。1939年に、神戸線向けの920系8両、1940年には、宝塚線向けに500系10両、 1941年には、再び、神戸線向けに920系重量と、本線向けに限られた、車両増備が許されただけで、今津線など支線向け車両の心臓は、困難な情勢であった。そこで異例の措置として、地方施設の余剰車両を譲り受けて、支線車両の不足を満たすことになった。調査の結果、当時、富山県の下越鉄道、後、 富山地方鉄道を経て、下越能鉄道下越線で、1931年以降の軌動車の大量導入に伴い、余剰車となっていた、中型半高性客車ナハフ101.102が、訴状に上がり、該当車2両は、小島栄次郎工業所を通じて阪急に購入された。本形式の種車となった、下越鉄道ナハフ101.102は、 前述の通り1929年に日本車両製造において製造された反抗性ボギー客車である。鉄道省が当時増備していたオハ31型に半を取った構造で、車体長約17メートル、車体幅約2.75メートル、側面窓配置は D33333DD 客用扉、つま面には、 貫通扉の他ハンドブレーキが突出して取り付けられており、その上にカバーが飛び出していた。台車は当時の鉄道省標準型台車であったイコライザー式の TR10 系である。屋根はオハ31型とは異なり丸屋根で、中央にはガーランド型ベンチレーターが7機取り付けられていた。溶接技術が進歩したことから、リベットもウィンドシルヘッダーや車体スソブ、 扉周囲での使用に留められている。内装は、車端部の窓3枚分ずつが、ロングシート、中央部の窓9枚分が、クロスシートで、固定式のせず備の低いクロスシートが6組、配置されていた。客用扉は内開きで、降雪地帯を走ることからデッキと客室の間には、中央に引き戸を置いた仕切りが設けられていた。同社は、オハ31型に準拠しながら、 丸屋根の採用やリベットレス化を図るなど新機軸も取り入れており、後年に奈覇2万2000軽事故車の復旧工事で登場したお葉30型によく似た形態の車両である。当時の地方施設の多くが鉄道省払い下げの木造客車を主に使用していたことに鑑みると、商船最新鋭形式に準拠した客車の心臓は異例かつ意欲的な事例であった。ところが、 同じ時期に日本ではローカル線の単位輸送に適した内燃動車の技術開発が著しく発達し取引先の日本車両製造が大型ガソリンカーを開発するようになったことで加越鉄道も1931年に動車初のガソリンカーであるキハ1から3を日本車両で新造、高成績を収める。そして翌1932年には 日本国内向けのディーゼルカーとしては、黎明期の事例に属するキハ11を増するという、挑戦に及んだ。この時点で、旅客輸送の大半は、機動車化され、1934年には開業以来、使用していた二軸客車の使用をやめ、客車は、那覇風 101. 101.102の2両だけとなってしまった。その後、キハ11の成績が良好であったことから、カエ鉄道は、 旅客輸送を実質的に完全機動車化することになった。1937年に、日立製作所製 100PS ディーゼル機関搭載で、当時の国内向けディーゼルカーでは、最大級のキハ12.13を増備したのである。ここに至って、従来客車を使用していた、混合列車も機動車を客車代用として連結する事態となり、結果、 那覇府101.102は製造50年に満たない、謝礼ながら2両とも余剰となり留置されていた。本形式は1940年4月に改造主車となった那覇府101.102を譲り受けして、西宮車庫構内にあった西宮工場において電車への改造を実施、工事そのものは同年秋に完成していたが、鉄道省の認可の関係で、 完成年月は1940年12月となった。項目ごとの概要については、以下の通り。種車は前日の通り車体長、約17メートル、車体幅約2.75メートルと神戸線の車両と、ほぼ同一サイズで、ウィンドシルの可変も900型などと同じ高さであった。ことから、電車への改造に際しては 900.92E 例の、両形式をモデルに、 貫通型両運転台仕様に改造されることとなった。改造では、運転台を両端のデッキ部分に設けることとなり、つまめんのハンドブレーキを撤去した上で中央の貫通扉を活かした形で左右に窓を設け、他形式同様運転台、側幕板部に行き先方向幕女子台側幕板部に微糖を配している。 側面窓配置は D2D21312D2D、D、乗務員扉、D、客用扉、1、固定窓、戸袋窓で、客車時代の両端デッキ式から900型と同様の2、扉車に改造され、側柱と窓1枚を潰して新たな片引き側扉を設置している。従来の客用扉の位置には乗務員扉を設けたが、扉の上平を ウィンドヘッダーまで低くし幅も狭くしている。また従来側柱のあった場所に窓を設けたが、この部分の窓は固定窓として半球標準である車高用の鎧戸も設けられていない。車内は中央部の固定式、クロスシートを撤去してロングシートとし、袖仕切りは300型などと同様のものを取り付けた。室内灯も300型などと同様のシャンデリア型の ものを取り付けている。屋根には、パンタグラフと全消灯を取り付けたほか、ベンチレーターの周囲にランボードを取り付けた。このように、極力半球の標準スタイルに近づける改造が行われたが、全面屋根周りは浅い屋根に緩いカーブを描いた、雨どいという、主社の設計を活かしたものであったことから、半球自社設計の車両に比べると、関東、 中部地方の私鉄電車に似た華奢な形態を提している。電装品は電動貨車206.207208から転移用したゼネラルエレクトリック製 GE-263 を4機搭載し、制御機は PC-5 を装備したことから51型と同等の機器を使用することとなった。歯車日は28時58分と、 5 1系7 5以降や320型と同じである。ブレーキ装置は M3 同弁を使用するアーム自動空気ブレーキで、台車は種車の履いていた TR10 系台車を狂気用から標準機仕様に作りして使用した。本形式は客車を電車化した経緯を持つ車両として知られているが、他社の余剰客車を譲り受けして電車に改造する事例は、 車両の増備は困難であった。この時代では、類例は少ないにせよ得意なことではなかった。同じ関西圏の私鉄では、半和電気鉄道が1939年に、筑波鉄道から電車型の木造ボギー客車4両を購入して、2 800型とした。この形式は、半和が南海鉄道と合併した後、元半和の路線が、戦時買収で国有化される直前に、 南海側に引き取られて、形式も左派3801型となり、戦後は、高野線で c 1万一形状機器車社建の急行に使用された後急車となったが、そのうちの一両がス派43型をベースとした、規制本線直通用の左派4801型に改造されたことで知られている。本形式と同じように純然たる客車を電車化した事例としては、 1941年に登場した小田急1600系の制御車である区派1651から1653がある。こちらは鉄道省から木造客車の譲渡を受けて改造したものであるが、種車となった車両が明治中期に鉄道作業局関西鉄道、半角鉄道で製造された造形ボギー車であったことから大枠のみの使用と止め、車体は 申請している。なお、戦後においても、こと電950系のように、客車を電車に改造している事例がある。本形式は1941年に入ってから、営業運転に収益し、当初の目的通り、今津線で炭鉱内紙は2両編成で使用されたほか、伊丹線でも炭鉱での運用を開始した。車体の大きさは900系並みであったことから、輸送力の確保には、 重宝したが、17メートル級の構成車体に51型や320型と同一のモーターではやはり、低出力で、視線運用でもやや苦しい性能であった。こうしたことから、1943年に1系の19から32が、今津線に転入し、1944年には600型と、電装解除された1系及び90型が2両編成を、 組むようになると電動車としての本形式は余剰となり、1945年には、電装解除されて、900型と車体寸法が近いことを活かして、モーター出力に余裕のある900型や650系の電動車グループの中間車として、譲り受け時に想定していなかった神戸本線での運用充当されるようになった。本形式は、他社から譲り受けされた車両でありながら、 戦後の混乱期とはいえ半球のメインラインである神戸線の主力運用に充当されるという空前絶後の経歴を持つこととなった。900系の中間車としては現在残されている写真を見ても前述の通り900型とインドシルのラインが揃い上辺は少し高かったものの編成としての違和感はさほどなかった。百五十型と並結した場合は百五十系の屋根が深く ウィンドシルのラインが高かったことから、650系の重厚さが目立ってしまった。当初はモーターをはじめとした、伝送品は撤去されたものの、パンタグラフは残されていた。その後パンタグラフは取り外され、パンタ台のみ残っていた。戦後の混乱期を過ぎても本形式は中間車として使用され続け、900型や650系の中間に挟まって、半身間を往復していた。 神戸線の復興は1949年4月の特急運転再開が一つの節目となった。ただ、本形式が組み込まれた編成による特急列車の写真は残っていない。1950年代に入ると800系の増備も進み、1951年からは600系の車体更新工事が開始された。この過程で3両編成を組める車両が減少した。 ことから運用の見直しが行われ、本形式は1952年6月に再び伝送されることとなった。再伝送後は96から97で二両固定編成を組むことから、台車及び伝送品を900系の出力強化時の発生品を活用することとなり、96の台車は、機車製造会社製、ボールドウィン台車の L-17 に換装すると、ともに、モーターは、 シワウラ製作所製の高出力モーターである SE-140 を96に4機搭載。歯車比は900型と同じ22、61で、制御機は電空カム軸式ながらも900系の RPC-52 とは異なり、380型や500型と同じ 83PC-1 を搭載した。97の台車は TR10 系のままである。 固定編成化と同時に96と97の連結部分は広幅貫通路化されたほか、車内灯は河川電圧の直流 600V で直接点灯できるレイン極式蛍光灯が試験的に採用された。再電装後の本形式はスペック的には900型と同じ性能となり、車体長も17メートルであったことから、神戸本線での運用も可能であった。 しかしながら、当時2両編成の普通運用があったものの、本形式はそれに充当されることもなく、貫通ホロも取り付けられなかったことから、普通列車では2両から3両、優等列車では4両から5両へと編成増強が、進む神戸線では運用されず、本形式と同じ17メートルクラスの600.900-920.800各形式の2両編成が入線することもあった。 今津線でも、宝塚線から転入してきた300.320系の3両編成が主力として運用されていたことから、本形式は、伊丹線専用車となった。その後、モーターについては、市線用としては、出力が大きすぎるという理由により、4機から2機に変更されている。1950年代後半から1960年代初頭の伊丹線では、 本形式と九十型が主力となり、ラッシュ時を中心に三百二十点五零零五百五十型といった小型車グループや十七メートルクラスの九百点九二0 8 0 0各形式が入線して、品運転を行っていた。本形式は十数年にわたって、痛み線専用として使用されたが、新方線の河線電圧の千五百ボルトへの昇圧に、際しては、少数波形式であることから、 小圧対象外となり、痛み線の運用を宝塚線から転じた610系に引き継いで、1966年12月1日付で廃車された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。